三島屋変調百物語8の続き、よって九段のごとし、出ました。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、最近どんな本をお読みになりましたか？私はこれ早速読みました。宮部みゆきさんの三島屋変調百物語8の続き、よって九段のごとし、出ました。三島屋さんのこのシリーズ待ってましたという感じです。前作がこちらでしたね、玉手形。これが、2021年の3月でしたから、1年半待ってようやく、はい、続きを読むことができまして、これがまた面白かったので早速ご紹介したいと思います。そもそもこの三島屋の百物語、変調百物語のシリーズというのは、まあ、これずっとシリーズご覧になっている方はお分かりなんですけれども、普通の百物語とはちょっと趣向が違うんですよね。まあ、普通の百物語って私も体験したことはないんですけれども、あれはこう何人か集まって順番にその怪異の話、怖い話、怪談話をしていって、100話目が終わると怪しいことが起こる、怖いことが起こる、あるいはこう灯したろうそくをこう消していって、最後の一つが消えた時に怪しいことが起こると、なんかそういう、まあ、仕組みといいますか、そういうものですよね。でもこの三島屋さんで行われる百物語は、聞き手も一人、そしてそれをその決して口外しないんですよね。その三島屋という袋物問屋の国脈の間という客間に、その招き入れられた語り手が、一人の人を相手に、聞き手を相手に、その自分が体験した怖かった話、怪しい話をこう語ると、もうそこだけで終わるんですよね。語って語り捨て、聞いて聞き捨てと、それをこう何かに書物に残すとか、そういうことでもないんですよね。その場で語るということに意義があるという、そういう変わった趣向、それが変調百物語ということで、物語はどんどん進んでいるんですが、そもそもはその三島屋さんという袋物問屋の伊兵衛さんという、ご主人がいて、そのご主人の姪のおちかちゃんというのが、その、江戸のその袋物問屋に、川崎の旅籠の娘さんなんですけども、そこから預けられてきた。でその子が大変辛い体験をしてて塞ぎがちだったものですから、いろんな世の中にはそのあなた以上に怖い思いをしている人もいるし、だからこそあなたはその共感できるんじゃないか、いろんな人の話を聞いてみてはどうだろうと。で伊兵衛さんも怖いもの、怖い話が好きな人だったので、そのお客を招いてその話を聞くというものを始めた。そうやって物語は進んでいったんですけれども、この玉手形からでしたっけ、そのおちかちゃんがその話を聞くうちにこう心がほどけて、だんだんこう、自分の幸せも考えられるようになり、良き縁を得て嫁いでしまったんですね。じゃあそこで終わりになるかっていうと、そこに、よそのお棚に、修行に行っていた次男坊が帰ってきて、それ継ぐことになりました、聞き手を。はい、それが富次郎ですね、この次男坊です。でその富次郎が今は国略の場で、聞き手となって語り手の話を聞いてます。でその富次郎さんは絵を描くのがとても好き、本当は絵師になりたいというぐらい好きなので、その聞き取った話をもとに絵を描いて、それをその箱に収めることで、ちゃんと聞き取ったよというその記録にしてるという、そういう趣向でございます。でこれがちょっと厚みも厚いんですけれども、3編入っていて、まあどのお話も面白かったです。はい、ですね、ちょっと一つ一つ紹介しましょうか。これあらすじ、帯に載ってる分は読んでもいいと思うので読みますね。江戸は神田の袋物屋、袋
袋物ってあれですよね、あの巾着とか紙入れとか、ま、だから今で言うと何でしょうね、ポーチとか、なんかあの女性はみんな好きですよね。そういうなんかおしゃれ小物を売っているその三島屋さんです。そこで行われている風変わりな百物語、二代目の聞き手となった富次郎は語られた話を墨絵に封じ込めることで聞き捨てとしていた。年齢不詳の不思議な男が語るアブの呪いから姉を救うため神々の賭場、あの賭け事をする場所ですね、賭場で下働きをすることになるサイコロとアブ、兄の女房について妹が語る土鍋女房、そしてお地下の出産を目前に百物語を休止することにした富次郎、最後の語り手に選んだ夫婦が人出なしについて語る。よって九段のごとし、胸の内には収めておけぬこの世の業を語るため人は国脈の間を訪れるということなんですね。最初のはサイコロとアブ、まあ、呪いの話ですね。でもあのなんか日本昔話をなんか聞くようなあの物語です。神々の賭場、神々が集まって賭け事をする場になぜかこの語り手が連れて行かれるっていう話なんですね。そして2番目の土鍋女房ですね。これはですね、各地いろんなところに残っているお話なんだと思うんですけれども、暴れ川に例えばこう龍神様とか水神様とか、時々人の力ではどうしようもないそのまあ災害を起こしてしまうその対象を神として崇めますよね。その蛇が暴れた、龍がの機嫌を損なってそれが暴れた、それがまあ結果としてこう洪水となって人がこう被害を被ると、だからこそあの大事にその神として祀るという、そういうのって今も残ってると思うんですよ。なんかその日本のそのこの風土で折り合いながら生きてきた私たちの祖先の、そんな遠くない今もそうですよね。なんかその思いがこういうお話を生むのかなって思わせるような、そんなお話だったと私は思いました。そしてなんといってもこの表題作です、よって九段のごとし、これにはあれが登場します。あれです。これもですね、先々月お会いした時にちらっと宮部さんおっしゃってたんですけども、え、日本のこの時代小説にあいつらが出てくるって、それ初めてだと思います。あの読んでいただかないといけないから何かは言いませんけれども、あのもういろんな映画やドラマなんかでもたくさんのヒット作が生まれている、みんなが知ってるあれです。怖いんですよ。それがね、これはまたのあんまり言わないようにしよう出てくるんですよ。追いかけられたりいろいろとなんですけれども、そのえちょっと意外ですよね。でもそれが突拍子もないものでもなく見えてくる。でそれだけじゃない、その怖さだけじゃない、それと対峙する人たちの凛々しさ、あとこう自分を犠牲にしても頑張るみたいな、その助け合う人間の意地らしさとか、兄弟親子そして夫婦のそのつながりとかがものすごく濃密な素晴らしいドラマになっている。私はこれは映像化されたらぜひ見てみたいです。演じる役はないかもしれないな、多分なんかその村にジジババいなくてラッキーみたいな感じだったから、ばあさんいないみたいで演じる役はないかもしれないんですけれども、いい物語なんですよ、うん、次はいつになるのか、宮部さんいつ出るんですかあのいつになるのか分かりませんけれど、次は多分もうおちかちゃんに八重子が生まれるっていうところで、あのまたこの三島屋も違う顔を見せてくれるんじゃないか、登場人物それぞれがあの、うん、違う役割を担っていくんじゃないかと、そこも楽しみなところです。そしてこれも宮部さんおっしゃってましたけれども、本当にここにもありますが、もうライフワークとしてその江戸の会議はこの
三島屋でのシリーズで書き続けていかれると。でもう一つ江戸の捕り物に関しては北北捕り物帳で書いていかれると。この日本についてはこれからもずっともう本当に最後まで、楽しませてもらいたいです。元気に私も読み続けていきたいなと思っております。いや本当にキュッと、読み応えのある、3本の作品でした。ぜひぜひ皆様もお読みになってください。あれですから、あれ、はい。さて、今回こういうことでしたがいかがでしたでしょうか。ご感想などありましたらぜひお寄せください。ではまた次回お楽しみに。よしよし。